とということで私ばっかり喋ってもあれなんで次は伊藤さんの番です。<laughs> 下手かな <laughs> う <laughs>、はい、一緒みんなに聞きたいことあってなんですかあの私の,あのツイッターをずっとフォローしている女性の方が言ってて、うん、あの男が男性が相談しないできない うん、辛いって言えないのは何なんだっていうことを言っててその方の夫の方にとこう酒を飲みながら話していたときになんかそういうの友達と話すことないのって言った時に、うん、ないって基本的に男同士そういうのないって言っていて驚いたと<ー>で男性の方はそういうのないんですかっていうのを言ってて、うん、ないなと思って。ないね、それってなんで なんだろうね。って簡単に言うのはさ。男はそういうことを言っちゃいけないとか、ね、思っちゃいけないとかっていう。風うに言われてきたからというの。いう答えって簡単だけど、うん、そんな言われてなくないっていうそうね。で、しかも。なんかこう。我々の世代って比較的ね。うん、価値観をアップデートさせることによって生きてきた世代だと思、うん、言っていいと思うのよ。だったらそこもアップデートされていて然るべきなんだけどないよね。言,言わない。<laughs> あなたは奥山さん。 誰に何を言うの誰に何言うんですかえ何かまあ仕事と直接関係ない人に、うん、まあここで話してるようなちょっと飲み会とか誘いづらくて寂しいよねみたいなでどういううい機会に言うの飲み会でああそうですねなんか飯食ってる時とかまあ飲み会ですねたまに。 そういういのがあったりするんで、うん、ちょっと大変なんだよ聞いてくれるみたいなだって大変なんだよ聞いてくれって言ったことないなないねでも出した方がいいよそういうのいやなんかあるんだけど出せないっていうよりかはなんかその存在を認めてない感じがあって存在うんあの何の,のそもそもそういうものがないと思っててあでもあの。 僕の知人とかでも見ていて、その急に病んだりする人って、結構そういう人多いなと思っていて、言えない人そもそも言えないというか、うん、認知しない、それは苦しいってこと<ー>こう、自覚症状のない病気のように、なんか認知しない仕組みがあるのかなっていうのは、なんかぼんやり思うんですよね。なんか生活習慣病みたいなね。そう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 、<ー>で気づいた時には結構、積んでるみたいな、あ<ー>で結構なんか、男性ありそうじゃないですか。 男性というかうあ女性はかんないから男性に限って言っちゃうけど全然それ私もね全く伊藤さんと同じ、うん、そんな誰にも悩み相談なんかしたこともないしするつもりもない <laughs> もんで、ね、そういう人ある日ぽっきり折れるよ多分いやいや人のこと言ってる場合じゃないんだ <laughs> いや,、ね、いやってなんか思ったんですよ <laughs> なんかそうよもっとだ認知してないから自覚症状ないからうーん 確かにね認知がないっていうのは問題かもしれないねでこれ何で認知がないだろうってちょっと考えたんですよ考えたうんで僕なりの答えがあって何<を>でこう男性で生きづらいと思ったことあるかないかって言われた時にそれは男性特有なのか分かんないけれども、まあ、僕が一番思うのはその,の人間の評価をされる時の割合が仕事がほとんどじゃねっていう。わかる <laughs> で 仕事で何か進化していく時って大体さみんな自責で回していくじゃないですか自責思考で回していくじゃないですか自分,自分が成長していけば解決できるよねとなんかこれなんじゃないかなって気がしてるあ<ー> <laughs> これがなんその他席でいけたらなんかモヤモヤするんだよねみたいに相談できるのかもしれないけどな全部を 私の不徳の致すところって考えてるとる、うん、そもそも辛いって発想にいかないと思うんですよ。うん、あっていうのなんじゃないかなと思ったそうどうですか, <laughs> なんかでもね、うん、俺は結構人が悪いと思ってるからまあ確かに何つう言ってるもんね <laughs> <laughs>、うん、自分が悪いと思うことはまずないかなこれねよく、まあ、ちょっと直接下がるかわかんないけどよくなんかすごいみんなに「うんうん へーってね、不思議そうに見られるのが、うんねえー、じゃあ学校を想像してくださいよ。うん、そのクラスの中にいて、教室からさ、みんないるわけ、クラスメントね。うん、で、一人だけその廊下に出てってさ、まあ、先生に呼ばれたかなんかで出ていくの。したらさ、残った人たちが、全員俺のこと褒めてると思っちゃうんだよね。<laughs> 神田君はやっぱすごいな、みたいなさ。<laughs> なおめでたいやつの、ね、ことが面白いよね。<laughs> と当に。何と勉強はできるし、<laughs> みたいな。なんかでも、それさ、本当にそう思ってんの うん、でなんかこうそれを人に言うとねだいぶおめでたいとまさにそういうこと言われるわけですよ。うん、っていうことなのでなんか自分にね責任があるとかあんま思ったことないんだよね。 あそうこれもあるわだからインタビューあるじゃん、うんうん、で我々なんかもさあの僕国際報道部の記者なんでもともとはね、うんえー、海外の要人とかにもインタビューするわけですよ、うん、だからその一国のね大統領だったり前大統領だったり前大統領だったりするわけじゃん、うんうん、よくみんなが言うのが質問すごいみんな考えてねなんかこう記事せっかくそんなねすごい人に会うんだから見出しを取れるようなことなんか引き出さなきゃいけないと。 で言うじゃない俺、一回も思ったことなくて、そんなのつまんないことしか言わなかったら、そいつが悪いと思うんだよね、だからそいつがつまんない人間だから、しょうがないっていう考え方だけ <laughs> で。って言ったらさ、みんなにドン引きされてさ、国際報道部確かに記者っぽくはないなんか。だから、ちょっとその伊藤さんとはそういう違うかもしれないね、つま、うんないやつだから、面白いこと言わないんだよってことでしょ。お前が悪いって思っちゃう。うん、<laughs> 俺は悪くない。俺はすごい腕がある記者だから、お前が悪いって思っちゃう。 そいつが面白かったら俺がちゃんと初めか引き出してるはずだから、ね、そうそう今まで数々取材してきた中で面白いやつはちゃんと俺が引き出せてると思っちゃうんだよね、うん、<laughs> なんか大丈夫そうだな <laughs> 絶対死なないわいやいや死ぬよいつか絶対死らないわ、うん、でも浮上さんそんな相談できるんですかなんかあんま死ないタイプに見えますけどね相談なのか愚痴なのかわかんないですけど、うん、まあ逆に僕の場合自分の成長はあんまり 興味がないといとうか、うん、なんか別に人のためとか後輩のためみたいな綺麗な話でもないんですけどプロジェクト単位で見ちゃうとこありますよね、うん、なので、ま、周りが噛み合わないとなんかプロジェクトが成り立たないので、うん、その周りがうまく回るようにするのがやりがい的になっていくからまあそのコミュニケーションで。 まあ飲み会みたいなところのモヤモヤなんかはその自分を高める文脈というよりかはなんか集団としてのまとまりに寄与してなかったらやだなみたいなすごい村の感じで,で。とはいえ別に承認欲求から生まれてるというよりかはなんかチームで歯車的に自分がそういう立場 だけっちゃだけっていう感じなんですけど上とか下とかじゃなくて <laughs> まあ特に今みたいになんかいきなりその小さいまあその朝日に比べると小さい組織でなんかこういろいろ全体を見渡すみたいなところにぶっ込まれたりすると。 別になんかそこの場で認められてその立場になったわけではないという自覚は十分ありますしむしろそうじゃないところでの役割を求められてるわけなんでなんかこうその立場での刺激を程よく与えつつなんかこうまとまりのこうハブ的になればいいかなみたいな。 分かりますけど、はい、でもだから相談できるというのとも違くないですかですかね。まあ、だから自分ある意味神田さんと同じで自分に対して悩んでないから割とカジュアルに世の中ごととして愚痴出るのかもしれない今今時の若者とおじさんってこうだよね俺も初めてそうなってみて分かったぜみたいな感じで自分だからこうなったっていう意識がもしかしたらないかもしれないですね。なるほどね こ,このなんかまだよ,よく分かんないな俺もう何言ってるか全然分かんないんだけどそうそ <laughs> の辺 <laughs> その辺が分かんなかった <laughs> 全否定しない <laughs> いやいやんかじゃ話だけ聞いてると、はい、あのこう見えて私と同じタイプなのかなっていう感じはしたんだけどんか確かにでも前からそのね知ってるけどあなたってそう結構調和を大事にするタイプだよね調和を大事にしますね、うん、だからその悩み相談みたいなのもその調和 を大事にするっていうことで、それが生きるなら、悩みなんか全然相談できるっていうことなんかもしれないね。潤滑油として悩み相談してるってこと。じゃない。確かにね。そうだね。で、それは本質的な悩み相談じゃないじゃん。そう。だから、ただの潤滑油だから。そうなんです。そうだ。あんも怖いでも、そうだよ。で、ね、日本の話す。潤滑油も潤滑油大事なんですよ。 大事だと思んかささっきから聞るとさんかその僕長男なの割かし次男的なこの懐に飛び込む感じがすごいあるなと思ってあとお兄さんいいんだっけいるだって庄司郎だわかりやすいっていう家庭環境に全てを寄してもあれだけどでもんかそんな感じも受けたああそうかもねだから神田さんと似てるんじゃない自分のせいいいだとは思ってななかもしれ うん。だそのこうしゅ手,手法が違うということかもしれない。ただなんかだからといってなんかな,なん何とかできそうかもとも思うから愚痴るのかな。菅さんの場合なんかもうおまお前のせいで終わるっていうかでもさ今の話もできるって言ってもさ、概ね仕事の話じゃん。うん。ああそっか。ほ本当のさ家庭とか。 なんか人生とかのことって全く相談されたこともないししたこともないしなくないですか<ー>飲み屋でですするとかってあありまれはなななんいないろねだからよくねその、うん、別の番組の父親のモヤモヤシリーズがあって、うんねえー、高橋健次郎さんとかね、えー、川原夏樹さんと喋ってるその子育てのモヤモヤみたいな話してるんだけどパパと思ってさなかなかできないんだよね。 ママ友ってすごいさ、うん、ネットワークあるし公園とかなんか遊びに行かせたるなんてよくあるのようん、うん、全然やっぱりパパ同士しゃべんないママ同士はめっちゃこうなんか打ち解ける想像つく喋る,ることないよねないないしちょっとピリッとするもん <laughs> <laughs> それ、それまた、あなたがそういう格好でさ、行くからさ、向こうが構えていからじゃないの。それははもう少しあれですよ。穏やかな。穏やかな。<laughs> うん、だけど、やっぱりなんかあるね。なんかありますよね。これ、これちょっと、リスナーの皆さんのご意見も聞きたいですね。この。なんか男が悩み相談できないな。でも、<と>あ、あえて悩まなくてもいいんじゃない。いや、悩まな。 いいやいや悩んでない人は悩んでなくていいと思うんですけどでもなんか振り返るとされたこともしたことも皆無だから、はあ、それって絶対なないいわけないじゃん <laughs> そうだね。なんかそう一つ思うのは、うん、ずっともうこう腰方でね思ったのはああ人を変えることはできないなっていうのはずっと思ってるのね。と、うん、というここは逆にこの自分 を変えることしかできないじゃん。だからあなたの言ったまさにことで自責的なんだよね。自分の責任で全部をやるっていうそれはもう間違いがあるね。でもう今更多分変えられないからこのまま死ぬと思う。じじ、うんうん、<laughs> になってわかるだか。だからそれ変わりそうもないもん、ね。だからじじで険悪なんじゃないの。確かにな変わる変わる感じしないもんな。うちの近所なんかもさまあまあ下町なんだけどもうさばあさん方ね、うん、俺に話しかけてくるんだよね。 買い物とかしてると「あこのたまねぎはんかちょっとあんまよくないわね」とかっつって、えー「俺に話しかけてます?」みたいな <laughs> あのコミュニケーション能力何ないっすよね。比較的確かにさその中高年というか高年齢層の,、うん、の観光地とかでツアーとかやってるとさそのお母さん同士は仲良くなってるけどそう。 お父さん同士に仲良くなってんのとほぼないですよね。ない。だからなんか仕事以外でのつながり方を知ってる知らないのかなあんまり。うーん。いやよくわからん。んまあでも普通そうなっちゃうかもね。普通ってなんかゴルフとかも仕事の延長でしょ。うん釣りとかもなんかなんかどうなんだ、うん。こっちはそれも言ってないからね。ね<え>。で <laughs> ないからね。ななるべくしてなってるってこと。 うーんそうかもしれない。でもそういうのをうまくできる人もいて、それがオールドボーイズネットワークみたいになるんじゃないの<ー>、ね、森喜朗さんにぶら下がろうっていう人たちは一緒になんかさ、Y のキャインをやらなきゃうか。うん、でしょ それも仕事臭くね悩み相談とはそれこそあなたのさん悩み相談と一緒ですよそんなものは確かに潤滑油ビジネスビジネス悩み相談ビジネス人生のふりをした <laughs>、ね、そんなこと言っていいの本当にそうか分かんない人生のバケの皮をかぶったいやでもさだからやっぱ普段話しててそんなさシンクった悩みがありそうにあんま見えないんだよな <laughs> そうね最近ああ酒が弱くなったぐらいだ だからそれ廊下だから <laughs> それはみんな抱えてるよだからこういうとこでなるべく言わないようにしてるもんだっておっさんなんて会えばさ病気の話とかさとか、ね、あとね最近知ったのおっさんって顔がでかくなるらしいああそう何、うん、となく分か,かんないでも久,々久々でもないけどなんか確実に顔でかくなってるよって言われて誰がそういうああ確かに,確実にでも <laughs> 私もねなんか、うん、銭湯とかよく行って。 行くんですけど、はい、おしなべておっさん顔でかいんですよね。<laughs> でも若者とかと、なんかいると。そうだね、確かに、ね。昔顔小さかったんだろうなと思って。うん、なんだろうね、骨格が緩んでくる。でもそれはそうじゃない、赤ちゃんは最初顔ちっちゃいよだんだん大きくなっていくるんでしょでもだからっつってね、どっかで頂点があるんじゃないの。まあまあでかいよね。ねおじいさんになると、またこっちとなってくるんじゃないの。おじいさんちっちゃいよ。 何の話これスフィンクス何んあのちょっと何か収集つかなくなってちょっとリスナーの皆さんもぜひ聞かせてくださいお願いします男性の悩みねなぜできないのかあのポッドキャストのね概要欄にねフォームへのリンク貼ってありますしツイッターのコミュニティでもいいですからねぜひ教えてくださいじゃあちょっとせっかくだからリスナーさんからもらっているねえっと質問というか相談というか読んでいきますねえっとね20代男性の方ダンデライオンさん 初めてお便りしますドラマが苦手伊藤さんです、ね、のお話を聞いて大変共感しました先日映画「タイタニック」のリバイバル上映を彼女と一緒に見に行きましたいいですねカップルで見に行くにはいい映画じゃないですか2人とも見るのは初めてで上映前は楽しみにしていました20代だとそうだろうねしかしいざ始まってみると主人公の女性がいかにも男がいないと何もできないお姫様 という男性中心的な描き方であったりまた後半の沈没シーンでは、うんうん、タイタニック号って沈没しますからね実在の事故を扱った物語にもかかわらず乗客一人一人の死は主人公たちの恋愛を盛り上げるための単なる添え物のような扱いでさっぱり感動できませんでした、うん、一方で隣の彼女は上映中何度もすすり泣きしており映画が終わった後はなんとも気まずい雰囲気になりました あとで考えてみて私があまり映画を見るのが好きでない理由の一つがこういった都合のいい恋愛や過剰な死の演出なのだと気づきましたこれって必要なのでしょうか私が考えすきでしょうか皆さんのご意見を聞きたいですはいせっかくフリップがあるので何か書いてください、ね、えこれ面白い質問ですよね素晴らしいですね <laughs> あなたは特にそう思うだろうね素晴らしいですねいやータイタニックな俺まあ、ちょっとあんまり ね内容は覚えてないですけどディカプリオさん出てるやつよねそれであの船のへさきでもってね女性を抱いて十字の方になってね一世を風靡しましまたよねそう私ねこれで本当に覚えてるのはね世界をねバックパックで旅行してた時に、うん、上海から日本までは船で帰ってきたんですよ鑑真剛って名前の、ね、船があって200麦ぐらいでね帰ってくるんですけどねすーげえ、ね、荒れてて海がグラングラン揺れてるの。 でまあそういう長旅ですからね、えー、映画が見られるんですよタイタニックなんだよねっていうのがねよ <laughs> りによってこれっていうねおつだねと思いましたよね <laughs> 本当にねうん面白いじゃないですか気が利いたあれですよね,いいですね船ですねこうやってみんなで喋れるっていうね後、ね、になったら本当にいいガンジン語素晴らしいはいじゃあ伊藤さん僕もそのままでいいよってそのままで <laughs> なるほどもうそのままっていうのはだからこうなんか、えー、変じゃないよってこと あなるほどね、うん、変じゃないです。うん、それがそう人間と思うんだと。そう、うん。じゃあ奥山さんは。はい、えー、考えすぎと出ましたけど,、はい、どう考えすぎどういうことですかなんかそこを楽しむところじゃないような気もしてどこなんかの恋愛その世,の世の中的な倫理観みたいなのを、うん、あこう考える。 ためのの時間なのかなるほど、ね、もっとそこの流れに身を任せるのかっていうとまあその彼女さん的な人の乗り方の方が、ね、<laughs> 確かにいいんじゃねえのっていう,うんこれどっちもわかるなやっぱ「大天はも,もう結構古い映画なんでおそらく今の基準でいうとジェンダー的にはどうなのっていう描写もあるんだろうし、うん、そういうのってね確かに引っかかっちゃうんだよねねお笑いいいとか見てて一番そそれ思まますけど、ね、やっぱそうううのがうまくね。 あの処理できてなないいと笑えのねだけどまあそうなんだよな、うん、そこをこうあんまりこだわって特にこれエンターテインメントだから見すぎても誰にもも得はないいってううのもまあそうだよねまあ考えすぎかあるいは考えるならそれもひっくるめて楽しんじゃおうぜっていう<ー>この時代になんでこういうのができて今ができないぐらいまでいくんだったらそれはそれで。 楽しいかわかんないけど、うん、まあ考える時間にはなりそうですけどちょっともうメタにね不完全ねそうそうそうこの瞬間をもって自分がそこに違和感を感じてるのを悩む必要はないんじゃないですかねうんたださなんかこうそうやってさメタで見ててさねこう多分こうカップルで出たわけだから、はい、終わった後にこうさディナーだなんだやりながらさ感想戦ってことになるわけでしょなります、ね、そういうい時にさなんか 不感なもの言ったら、完全に、めんどくせえやつ、るんじゃねえやつ、めちゃめちゃ泣いてるわけですからね、そうだよねかといって、合わせに行くっていうのもおかしな話じゃない、そこは、でも大丈夫ですよ、これ、僕、た僕言うとすごい説得力あると思うんですけど、私、映画1歳未来ですけど、妻は映画会社勤めてますから、はあ、そうなのよく結婚したね じゃあそ当然さお付き合いの段階だと、はい、一緒に映画見に行こうってなるでしょ、はい、いやほぼないなんでちょっと映画は無理って言って行ってそれであそうなんだで終わったのそうそうですねおあ,あなたがさ見たくって、はいね、お連れ合いは見たくないものとかない例えス,スポーツとかさえっとそうですねあのなんだっけブラッド・ピットが出てる、うん、マネーボール あ僕野球好きなんでマネーボール行きましたねマネーボールっていうのは野球の経営を書いたね作品ですよねそうなんです、うん、違うよいや <laughs> そういうんじゃない <laughs> だっておつらいはもっといろんな映画を当然見て何だったら作る側なわけでしょ、はい、配給する側っていうのかな、うん、まあでもあれですね逆に映画ファンじゃなくてプロだったからよかったのかもしれないですねうんあの勝手に仕事で見に行ってもらえばいいじゃんっていうまあでもさそれで今なんとなく思ったのは、うんうん お酒飲める人と飲めめるるるる人人とない人のカップルもあるもあああんねあるあるだからそんな細かい違いを言ってたら切りないと思いますよでもなんかちょっと大変そうとは思っちゃうけどね思う確かに <laughs> お酒飲める人と飲めない人のカップルね確かに実際に知ってるけどどうまあ確かにだか他のところでカバーできるなら悩まなくても。 でも別にそんな仲良くする必要もないからなんでだよ夫婦だいやいやカップルだろ仲良くしろよ共同事業者と思って別にうまくやればいいだけだからうんいや友達夫婦もいるよいろんなあり方があるからうんうん趣向しかねるな分かんないまあでも確かにいろんなあり方あるいろんなあり方あるうん でもそうだな、なんか一番良くないのは多分本音を隠していることかもしれない。うん、うん、思ったらそれは絶対そう。した方がいいよね。うん、そうだね。でもさ、多分この人優しいからさ、うん、いやちょっと無理、あれ無理って多分言えないんだろうね。そうだね,普ね、うん。普通言えないよね。普通言えないよね。普通言えない。どこにいは言えない、ね、で交際の段階だもんね。んこれで全部ぶっ壊れちゃうかなって思っちゃうよ。まあでもそこは一つ決断のしどころね。 早くないちょっと今後もこれが続くのかどうかを別に趣味とかじゃないからいいじゃないですかそうだよそんなのさそれぐらいの違いなんて山ほどあるよ俺の妻とだって趣味の違いとかそうやっぱ言った方がいいのっていうか別に余裕で乗り越えられると思うこんなの他のことに比べたらどうでもいいっていうこともあると思うしねなるほどそうそういう意味じゃ考えすぎってあなたはその通りかもしれない考えすぎです まだちょっとねそこら辺難しさもあるのこれでもね別によくあることだと思うんですよ僕ネットフリックスであの朝日新聞の会社のどなたか忘れちゃいましたけどおいしんぼあるじゃないですか漫画のグルメ漫画のアニメの狩谷哲先生そうであれこう朝日新聞はモデルと言われてるじゃないですか東大新聞社大先輩に 昔はああいいうう雰囲気だっったたんんでですすかっていう話が出たんですよ、うん、僕は聞いたんじゃなくてうん、うん、いやでもマジはあれ本当ああいう感じだったっていうような話になったんですよ。うん、と思ってあそうなんだと思ってあのデジタルリマスター版ってなっててアニメがもう20年前か30年前ぐらいまでやってたものが、ね、でそれを見出したんですよ、うん、そしたらほ、まあ、本当にこの方の「タイタニック」じゃないですけどもう今ではやっぱありえない。 <laughs> ジェンダーの扱いとかパワハラ的な意味でもなんかお前即首とか言いまくってるしん,んかもっとそうそうそうんかもっと女の子は綺麗にしなきゃみたいなことガンガン言ってるしなんかお茶くんできてくれとかガンガン言ってるしでもう違和感しかなかったんですけどだから別にそれと同じじゃないですかなるほど、ね。うん。うん、だらまあ違和感があるのは当たり前で、うん、それをどう処理するかじゃない、うんね、確かに、うん そうだね、いや違和感だらけですよ世の中ならてさね、うん、今の映画見に行けばいいんじゃない一緒にまあ確かにね「タイタニック」だったのがあれだったかもしんないよねまあでもあれすごく若者にリバイバル映像が、えーえーえー、映像映像上映か、うん、上映が流行ったっていうのはねニュースになりましたよね。で 1>, 1回も見たことのない人があのこの方と同じようにすごく言ってるっていう、まあ、とにかく金はかかってんなって感じはすごいするまあ確かにね うん、あの頃ならではの感じあとデカプリオも若いしねあんな一作品にお金かけるってまあそう幼じ、ね、じいセットどんだけ組んでんのかなっていう感じとかねてかそれもでもさそんな見方 <laughs> 本当の見方じゃないよねか金かかってんなとか確かに、うん、でもなんか僕はねすごいこの人で言ってるのでわかるのはもう死だね死を使うっていうことがさすごいこうなんかいつも思っちゃうね スラムダンク上映版映画版の時も行ってたねかえなんかこのなんか死っていうのがさすごいなんかこうある種お手軽にこう、うん、シナリオにフックつけるために使われてんなっていうのは、うん、結構俺引っかかっちゃうんだよねわかるなんか人殺さずに感動を生んでよって思っちゃう確かに <laughs> うん現実の世界で人はいっぱい死ぬから、まあちょっと作品な、うんま、てか安易に感じちゃうんだろうな だってそうじゃない例えばさ子供が溺れて死ぬとかそんなのさ殴られてるのと一緒だよね、うん、もう正義的にさ涙なんか出るに決まってんじゃんそんな、うん、それ嫌なんだよね、うんうん、そうじゃないってことこで泣かしてほしい簡単にそういうカード使うなよとそう、うん、そういう意味じゃ森山直太郎さんで泣いたあなたはねよかったよちゃんと情動に働きかけられて泣いたという とっても良かったです、ね、最初に死のカードを突きつけられて泣いたってことですかね死だったまあ <laughs> そういう歌詞ではあったけどいい曲でした、えー、最後まで聴いていただきましてありがとうございましたよろしければですねチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします朝日新聞の神田大樹でした